この立ち方を知ってまして、結論から言うとバイレントストライフとこの調子と足音を立てる。わ、本当だ。相手が音遮断されるから、だからイヤホン取った状態ってことかな。なるほど。おお、めっちゃ待ってる。めちゃめちゃ音立ててましたけど、ズブブブブブみたいな。あのコースティックも歩き出しました。あ、青白で白割りかけです。あ、白白肉22。いけー、決めましょう。はい、ワンノック右左側、こいつも割ってます。やりました。ナイス、グレ来た。あ、ワオロー。おお、ハンマーポイント好きで肉98まで入れました。あ、刺さった。お前倒した、はい、わー倒した、はい、見えない見えない、倒した。ワンパマジ、あ、ワンノックしてる。あ、いた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 。後ろいない、後ろいそうですね。後ろいるわ、やっぱほら来たよ。キンプラウラ一発またなんだけど。2枚いる、2枚オルタネーターの方が強いっすか。終わった。俺のキンオルキンだから見えてる。ナイスナイス。ロロロロ、やってた、キノク倒した終わり。ナイスナイスナイス。あー、角を入れろー。あれ、多分爪痕の、本当だ。これラビーについていこう。ついていきましょうか。じゃあ、全くの別に、2部隊いますよ。はい、僕14発しか弾ないですよ。わお、ライト渡せますよ。ちょっとやったぜ。あ、ここにいる。あら、あ、ライトごめん、見つけた。大丈夫、ほい、40分見つけた。俺の上にいますね、ラス1。パスめっちゃロー。あ、パス詰めるね、俺。はい、俺も行きます。はい、おおお、後ろだ、真後ろだ。でもパスがこっち、あ、いたパスやった。あ、もういないいないいない、爪痕いない、爪痕いない。ダンビークの、はい。爪痕いなくなっちゃった。いや、進めてきてるぞ。ギリいけそう。ありがとうじゃん。やべ、このさ、モザンがうざいね。うえうえ、いけ。あ、弾が、うわっしゃい、ナイスファイト、ナイスファイト。うわ、あれ、なんで2対1なの。ワンノック、助けた助けた。あ、あ、オッケーオッケーオッケー。あ、1人ね。あ、やべ、終わった。マジ、レッツゴー。
ここ登っていきました階段。登ってったっけ。降りそうだ。あ、降りた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 来た。ここ。また。うわ、254。もうメジャーローだよ。カリウド君とスに任せて。あのこっちもカリウドいるから。やった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 。ナイスナイス。あ、変わったね。ストーンポイントですね。俺ここの実は。はい。勝ち方みたいなのを、はい、知ってまして。おお、マジっすか。え、教えてくださいそれ。キミトスってエーペックスプレイ時間何時間くらい。2000時間ぐらいですね今。あー、まだそこか。え、ヒロさんどのぐらいなんですか。3000時間超えてるんだけど。おお。シーズン1も頭からやってるし。はいはいはい。まあ、あのプレイ時間イコール生存時間と思ってるから。ああ、まあ確かに、うん、だとまだバトロワの真髄分かってないと思う。そうですね、まだ新人ですね。新人、まあ俺からしてみればまだ入学前。ああ、ま、マジですか。俺まだ入学してないですね。してない。3000時間超えてから見える世界が。はい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 。あ、やっぱ変わるんですね。解像度がもう見えてる世界が違う。君が見てるのはまあ360、俺は 4K。 あ、そのレ、もうそ、本当にこのレベル、本当に見えてる景色が違うんですね。なんか違う、比喩じゃなくて見て、こう、こうやらないと見えない世界ある。あ、そうなんですね。ちょっとその世界に行きたいですね。まあプレイ時間は引き続き頑張っていただければいいんですが、はいはいはい、僕がこのサバイバルゲームで、はい、得た一番、あ、これやったらもう確実に勝てるなっていう。肉80に入ってるよあいつ。ふざけんなこれ。ワンノック。わあ。オーマイガー。はい、いける。このガス押しめっちゃ受ける、このスキル。屋根上だ。屋根上の弓矢。もうあの敵いるからね。そこ、はい、あ、登ってきた、登ってきた、登ってきた。ナーイス、かっこいい。いや、ちょっといい、ね、ちょっとその必勝法知りたいですね。あ、必勝法は誰にも言わんとこしたけど、はい、これこのゲームだけじゃなくて正直、はいはいはい、あの FPS ゲームにおいてキミトスは何を一番重要視してる。ああ、エイムとかさ、立ち回りとかあるじゃん。はい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 。そういう問題じゃない。あ、違うんですね。違う、みんなエペックスは立ち回りゲーだって言うけど全然違う。え、何なんですか。エペックス何ゲー。答え、結論から言うと、はい、音ゲー。そうなんですか。そう、はい、じゃあ FX は、はい、なんかビートマニアとかボスとかいろいろあると思うけど、はいはいはい、まあ、俺の世代で言うとダンスダンスレボリューションとかドラムマニアとかビタフリックスとか。あ、はい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 。 FX は、あ、FX もそこのジャンルになってくるんですね。そう、へえ。なんでかというと、はい、みんなねシフト押しすぎ。あ、みんな大体シフトキーにあのダッシュスプリントを振り分けてるやろ。はい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 、そうですね。違う、俺のこの生存率がめちゃ高いのは、はい、このこの分かる、足音を立ててないと。そう。その調子、その調子。ただでさえ奥田なんかキュン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 言ってるんだから、足さ。そうですね、これの足音を消すだけでずっと勝率上がるから。
音ゲーだけど、うん、音を消すのが目的のゲーム。音ゲーっていうのはそのタイミングとかをやってあのこと音ゲーっていうけど、俺が言ってる音ゲーっていうのは、はい、音を最大に重要視しなければ勝てないゲームであるという意味での音。あーなるほど、うん、いや深いですね。みんな走りすぎ。あーまあ確かに、特に戦えるとき確かに何かあったらすぐダッシュ。いやもうそうですね、何もなくても何なら走ってるかもしれないですね。敵がいたら、まず足を殺して、ほら、いるやつ、ここ、あそこいる、足を殺して、足を殺して。あ、あの、ちょっと待ってくださいねちょっと、今、あれですね、今、足音を消して近づいてます、今。走らない、絶対に。はい。お、ナイス。行ってないかな。これ、どちらに。あ、中にいらっしゃるんですね。あ、もう全部コースティックだった。あ、ナイス。走らんどけばこういう感じの立ち回りができる。へえ。え、超強いですね、今。そう、走らんこれだけ結構姿勢いいですね、マンガロールそう守りできてるあ、すごいすごいすごい、 FPS ゲームっぽいだろ。エーペックス感ないやろ。ないですね。あの、水がジャバジャバ言ってます、ヒロさん。これだから。うわ、めっちゃロー。お、行きますね。任せてください。あ、目の前にバンルッキリーさん先生がいらっしゃる。割り割り。足音立てない。足音立てない。もうここから歩かないです、俺。うん、足音立てない。絶対いかん。わ、本当だ。相手が音は、あ、音遮断されるから、だからイヤホン取った状態ってことかな、向こうは。あ、もうそこまでの効力があるんですね。そうだよ。音立てないってことはそういうことなんだから。なるほど。おお、めっちゃ持ってる。めちゃめちゃ音立ててましたけど、ジュブブブブブブみたいな。ヒロさん、俺あのオートスプリントついてるんですよね。ああ、それはダメよ。いや、ダメ、ダメですか。素人丸出し。オートスプリントマジ素人丸出し。あ、やっぱダメなんですね。うん。ストライクやる前にそっちのキャラコン変えないと。そっちのキャラコン。新しいキャラコンなんですね。そう。はあ。ずーっと来て接敵したらすぐもう。おお、走ってる。走って、はい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 。あ、なるほど。いや、これは強いですね。いや、マジ強いよ、ほんと。音立ってないんだから。確かに、なんかそもそもキャラコンってあれですもんね、なんかその面と向かってやーって打ち合う状況で使うものだけど。そうです。今教えてもらったこのサイレントストレイフ、サイレントストレイフ、これはもう戦う前に勝負がつきますもんね。そう、だって音聞こえないイコール向こうは視覚的情報だけでやらなくちゃいけないんだから。ああ、なるほど。じゃあどっちが優先的に打てますかって言うと俺たちが優先的に打てますか。いや、間違いないですね。うわ、結果も残り4部隊やし、このキル数。あの、コースティックも歩き出しました。列ができてます。あ、そうですね。あ、エーペックスは音ゲーであり、FPS であり、ドラクエなんですね。RPG。
そう。はあ。勢いだけのエーペックスをやるなってこと今は。はい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 。うん。これ正直3000時間超えて分かった。ヒロさんが走ってもコースティックはまだサイレントストレイフやってますね。これ同じやり方ハンターハンターのキルアも使ってる。はいはいはい、なんか見たことありますね。でもこれ正直教えてしまうと、はい、みんな歩き出すんよ。いやーでしょうねこれだけ。正直結構これコースティックコースティックも歩き出したもん。うん。これ横から見て結構シュールや。本当にトラックでおるけんこの人。いや、いますね、この人。トラックでおったの？いや、いますね、これ。いたよね。もういますね、この人。なんかのカブト作ったことある？確かに。多分、ハンマー系使ってますね。斧、斧かな？あ、斧、斧。うん。めちゃくちゃ可愛いんですけど。立てこもってる部屋に。え、向こうももしかして3000時間超えてる。まさかのだ。あ、違う。 え、違う。あ、いるいるいる。まさかのサイレントストレーフの使い手。使い手やん。マジですか、ここに来て。設定したら必ずストレーフ使って。了解です。これまだ撃たないですか。撃たない。はい。3、2、1。はい。え？え？サイレントストレーフ。え？見て見て、ほらこの人。一回も走ってない遠征で。すごい。今敵気づいてました？ヒロさんに。いや正直分かってなかった。彼はだから一瞬だっただろうね。なんか。あれみたいですね、高校の文化祭みたいですね。え？最後まで見ていただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。それじゃあまたね、バイバーイ。